はい、どうもテラスパンバーズの達彦です。ということでですね、3月22日が兄貴の誕生日だったわけなんですけども、まあ、3月22日はちょっと日程が合わずですね、今日4月の2日になってしまったんですけど、今日はあの兄貴の誕生日会をね、僕と兄貴と純と上皇の4人でやろうということになってるんですけども、で僕ちょっと思ったんですけど、兄貴ってもう生粋のヘビースモーカーじゃないですか。そのヘビースモーカーのタンプレって、まあ、結局全員タバコになるんじゃないかな思うんですよね。結局ね、だってもう何が一番喜ぶかって言ったらタバコをあげるのが彼は一番喜ぶんですよ、絶対に。もうそれは確定なんで、なので今日はジュンと上皇に、誕生日プレゼントを用意してきてくれって言って、今日の誕生日会で、プレゼントします兄貴に。その時までまだわからないんですけどね、何をあげるか。そこでおそらく全員タバコになるであろうということで、それを検証していこうかなと思います。じゃあ、今から、僕は誕生日プレゼントを買って挑みたいと思います。4月1日、今日は、待ちに待った兄貴の誕生日会ということでね、これからドンキに兄貴の誕生日プレゼントを買いに行っていきたいと思います。ほんでね、何を買おうかって言いますと、やっぱあの兄貴ってさ、なんか別にハゲてないのに、なんかやたらハゲのことを気にしてるわけよ。だからもうそんな気にするんやったら、じゃあ俺がこう解決してあげようと思って、まあそんなね、兄貴が喜ぶ品物をこれから買いに行っていきたいと思うんで、じゃあドンキへ。おっしゃい。でん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 。今日は何の日でしょうか。エイプリルの次の日。そう、平日です。やったー、平日です。うわ、やばいやばい。放置機になるとは。ということで、ね、兄貴の誕生日会おめでとう。あんな豪勢なね、まあ、用意していただいて本当に感動ですよ、ね、ビールもある、ビールもある。これ上皇飲めない、アルチェ上皇は糖質制限のため、ね、飲めません。そうですよ、ね、今日はね、ピザも買ってきましたんで、 あ、はい、あと今日の目的、はい、みんなそれぞれで誕生日プレゼントを用意しました。これよ、誕生日会ね、買ってきた。もちろん当たり前や。買ってきましたよ。純のが怖い。なんでやねん。俺なんか若葉もらってるもんね。パンティ打つのあれやん。あ、なんか長いから。確かに。もう渡してしまうか、先に、うん、あ、もう早速渡して食べましょう、みんなでね。ピザを先渡そうじゃん。オッケー、はい、じゃあ誰からいきますか。じゃあ勝利先って。はいよ、絶対勝負いや。じゃあマジでマジでリボ払いだけはやめとけ。いやーね、用意したんすよ。うん、ちょっと見て。お、やば。全然タバコじゃないぞ。タバコ？タバコ買わないの。はい。え？ビームス？え？そうだろ。なんか気合入ってない。怖い。まあ、こんなちゃんとガチでなんかびっくりしたけど。本当やな。ちゃんとプレゼント。こんなちゃんと祝ってもらえる気が。全然ふざけてないじゃん。まあタンプルってふざけるもんじゃないから。そうなの。まあタンプルってふざけるもんじゃないから。いいな。ちょっと待って、めっちゃ見とんやん。めっちゃ見とってじゃない。これ着替えてきたやん。ちょっと着替えてきます。ありがとう。いいやん、おめでとう。めっちゃええの。え、じゃあ秘密最初。あ、似合うな。いいやん、いいじゃん。めっちゃええやん。いや、変わった。さっきから、いや、俺がそれ座ってちょっと間開けて言おうとして、俺服変わったよ。サイズ感とか、いや、めっちゃいいし、めっちゃいい。やばい、上皇デカすぎて視界の 90% が占領されてます。じゃあ次俺行くわ。行く？ちょっと、いや俺正直さ、うん、喜ばん気がするよね。うわっ、ちょっとなんでそれにしたんじゃん。いや、確かに。でも喜ばん気がするんやけど、うん、体は一番喜ぶものだよね。いや、体はっていうのはおかしい。まあまあ、こちらっすね。おー、ちゃんとしとる。なにこれ。まあまあまあ、なんかね、なにこれ、まあプレゼントっぽいサイズ感でちょっと上げてみてください。え、なに、俺予想できるやつ0人説。バリカン、バリカン、バリカン。まあ絶対当たらないんだよ、これ。これ当てれば。これね、え、なにこれ。あーなるほどね。あー、やっぱ頭皮といえば兄貴でしょ。ちょ、確かにシャワーヘッドってこと。そうそう、シャワーヘッドで、え、次めっちゃええやん。めっちゃええやん。これ、本当にいいらしい。しかもこれ俺も使えるやん。どこまでも
のシャワーヘッドマジで大事らしい。そう、肌に。え、どっちどっちや。嬉しい、めちゃめちゃ嬉しい。よかった、よかった。じゃあもう頭皮一番大事な年頃になってきましたから、24にもなってる。早い、早い。お前らやばいぞ。この動画のタイトル知っとる？ヘビースモーカーにあげるもの大体タバコでしょうやで。やばいやばいやばい。全然ガチ。俺が席離れてる間に俺のタバコびしょびしょにしたんだ、あれな。次俺っす。あいつがこうなると一番怖い。なんかよいしょ。でかいでかいでかい。なになになに、これでーす。あいつね。あーめっちゃ卵くれよ。最近ここでね、ちょうどここ、そう、ここでね、ここでこうやってエーペックスやってる。ここでこうやって。なんか最近エーペックス始めてから、なんか体ねおかしい。体がねめちゃめちゃ悪いと。そんな時にこれ、マジちゃんと肘掛け付きのいい座椅子、シャリいい座椅子。いった。怪我しとる。怪我しとる。泣いといて、パーティーの前泣いといて。泣くねこれ。待って、これ無限にエフェクスできるの。これここに置いてゲームできる。あ、これやばい。ジェット大輔です。以上なんですよね。あれ、タバコは、タバコは、タバコは、あれ、タバコ系の何かもない。マジで1ミリもかすってない。マジで1ミリもかすってない。タバコ好きやん、うん、あえてタバコ外したい。みんなも多分そうなんじゃない。まあてかさ、もうタバコ買ってきたらなんか あおうっていうリアクションならそうな。いやまあ正直、まあこんなびっくりせんし、うん、ってなる。そうそう、ね、ヘビースモーカーすぎたら逆にタバコあげる。さびれてる液にも夢の香り残ってる。大きい気分は最低、嫌なことにゃ青を巻いてひたすらマスタイて泣いて自分に貸すハンデはいいわけだって。たかんだバッてどうかこんなサンデーなんてやって、そんなこんなどうして。いやマジか、まあ、え、はい、お前ら好きやわマジで。大好きかも。じゃあピザ食おうか。ピザ食おう。